どんな感じ？おしゃれおすごいあ、ドカドカやってるかっこいい。はい、皆さんこんにちは。戦闘がどんな感じでリメイクされているのか楽しみで仕方がない達也です。んじゃあタルタロス登るか。みんなついてきてよなんか鬼太郎だけめちゃくちゃはしゃいでる人みたいじゃん。すげえ。タルタロスに潜入すると。探索を始めるか。うん、ではよろしく頼むぞ。おお、血が雰囲気あるな。いよいよこっから本番か。うん、なんかすぐ迷いそう。それな。3人とも聞こえるか。お、先輩？ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。助かる。え、中の様子がわかるんすか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。あ、そのあたりのシステムはオリジナルと一緒だね。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで、今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよ。習うより慣れろだ。うっす。了解です。最初から超実戦だね。たく、なんか勝手この本人が聞こえないところでちょっとポロって言うあたりギスギスしてんな。いいぞいいぞ。では行動開始だ。フロアをうろつく敵シャドウを片付けてくれ。任せといて。できる限りサポートはする。多くを学んできてほしい。あ、すげえ。武器、そうだよ、ゆかりち弓道部だもんね。なんか足に銃つけて弓持ってるのなんか面白いな銃で撃てよって思っちゃうよね。鬼太郎の武器かっこよ。もうロトの剣じゃんこれ。で、真剣な顔してんな。もう構え方がもう完全に打席。今ちょっと待って、鬼太郎にぶつかるだろ、危ないだろ。よーし行こう。おーすげえ。あ、もうこれすぐ上に登れるやつ。うー、いたいた。ちょっとジュペお前から行け。ゴージュペ、リーチあるだろそっちの方が。待て、前方にシャドウがいるな。うん、あんな手ニョキニョキ生えてたっけ。竹葉とイオリにとって初めての実戦だ。慎重に行け。おお、かっこよ。うわー、出たー。ベイ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 。まずは敵シャドウに攻撃する方法を教えよう。うん、あ、浮いてる。プカプカ。こちらが敵に攻撃する手段は2つだ。1つは君たちが持つ武器を使った方法。うん、そしてもう一つが徹底的な罵詈雑言だね。やーい、バーカバーカ精神的ダメージ。二つ目はペルソナの力を使った方法だ。うん、ただペルソナごとに得て増えてもある。ペルソナの特性を知るためにも早速召喚してみてくれ。お、オールフェイスを召喚できると。敵を攻撃する手段にはアタックとスキルがあります。アタックは装備中の武器で行う攻撃です。威力は高くありませんが HP や SP を消費せずに行います。うんうんうん、一緒。イエーイ、タラッタッタンタラッタッタン、ベイ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 、タラッタッタンタラッタッタン、オーイエーイダメだ、歌っちゃう。あ、かっこいいよし。おお、かっこよ。やば、あい、あ、ウィークじゃなかった。よいよ、受けた。よし、やってやろうじゃんよ。うお、緊張してんじゃん。見てろよ、これが俺の。うわ、度胸いるよね。あ、かっこよ。あ、え、かっこよ。純平のくせに顔がいい。レベルアップ。え、なんかもう全部おしゃれじゃん。何これ、なもうな、え、ずるい
このビジュアルの良さに、この UI はもうおしゃれすぎるんよ。よっしゃー、どうよ俺のペルソナの力。純平のペルソナ確かヘルメスだっけ。はいはい、すごい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 。よりよくやった。初めての実戦としては上出来だ。たけば君も問題なくやれるはずだ。うん、気負わず力を発揮してくれ。順平にできてユカリッチができないことなんてこの世に何一つないからな。自信を持って言えるよ。わかりました。お、では引き続き探索を頼む。次のシーンではユカリッチってことだね。いやー楽しい。それ振りかざしながら走ってるの超おもろいな。あ、いたいた。前方にシャドウだ。よし、さらに戦闘に慣れてもらおう。戦闘開始だ。各自注意を怠るなよ。おお、今度は多いね。よし、次は敵を倒す有効な手段を試してみよう。ワンモアかな。多くの敵には耐性の低い属性、弱点がある。弱点をつけば効果的にダメージが与えられる。それだけではなく敵をダウンさせることも可能だ。うん、 こういうのってさ、事前に教えてもらった方が良くない。今はたまたまシャドウたちが気を利かせて待ってくれてるけどさ、相手がダウンした隙をつけばさらに攻撃を仕掛けられるだろう。よし、弱点っすね。ここも俺が。張り切ってるね。待って、ここは私がやる。うん、額に当てて引き金を引くだけ。うん、私だってできるよ。かっこよ。やば。おお、ユカリッチもやりますな。かっこよすぎる。ユカリッチのペルソナなんだっけ。イオとかいう名前じゃなかったっけ。その調子だ、タケバ。次は君も試してみてくれ。うん。タラタタタラタタ、ベイベーベイベー、タラタタタラタタ。まあこの辺は一緒なのでちょっと飛ばしちゃったけど、あ、かっこいいよ。やば。見事だ。笑える。うまく敵の弱点をつけたな。笑えてくる。かっこよすぎて。そのまま残りの敵を倒してくれ。はい。どうする。あ、なんか喋った。来た。あ、ここは違った。違った。どうする。いや。あ、すごい。声が聞けるから。いろんなものをしちゃうな。よし行け。よっしゃ、倒した。いやー楽しいね。お、みんなのレベルもアップしたと。できた、私にも。うん、見事だ、竹馬。期待通りの活躍だった。うんうん、思わず見とれちゃったぜ。調子いいんだから。よし、これで全員がペルソナを扱えるようになったな。そうだね。リーダー、仲間の個性を意識しながら敵と戦うように指揮してくれ。あ、そうだそうだ、指示出せるんだよね。まだ敵の反応は残っているな。探索を続けよう。はい。おーおーおい。あ、これなんか、あ、連続で切りかかることもできる。指示とか、あ、あったあった、ナビこれか。あ、違う、メニュー。うん、メニュー画面もかっこいいけど、あれあれ、なんかさ、指示できなかったっけ。オートリカバー、まあいっか、なるよりなるっしょ。適当。先輩ってどこまで私たちのこと見えてるのかな、気になるね。てかなんかこんな感じでコメント出るんだね。なんかペルソナ5みたい。あれ、なんか箱みたいなのが見えるんですけど。お、タルタロス内にはこういった箱が点在しているようだ。戦闘に役立つものも入っている。うん、積極的に確認して活用するといい。なんか、うん、なんかあれだな。なんかバイオハザードっぽいな、置き方が。おお、つまりは宝箱ってことっすね。うん、よし、そう
ういうことなら早速開けてみようぜ。なんか左のなんか光ってるやつは何なの？タルタロスの探索中に見つけた宝箱からはアイテムやお金といった攻略に役立つと思われてさ、宝箱にはいろんな種類があり、入手するものも様々です。宝箱しか手に入手できない特別なアイテムを改め積極的に探してみましょう。これは何なの？なんか目立たせてくれてんのかな。ああ、魔石ね。大きなものが入っていたようだな。使い道は君に任せよう。うん、そうだね、特に SP 管理は大事だよね。まあこの辺はシリーズと一緒だから大丈夫かな。そしてペルソナ、かっこよ、オルフェイス。ギリシャ神話の英雄詩人で剣ことの名手毒蛇に噛まれて死んだ妻を追って死者の国により、の演奏により、ハデスから妻を取り返すが、地上に帰るまで妻を見ないという禁を破ってしまい、妻を失ってしまう。かわいそう。シンプルにかわいそう、オルフェイス。ちょっとこういうの、見たくなるよね。ステータスで、ユカリッチは、あ、そうだ、イオだね。かわいい。かわいすぎる。あ、純平だね。純平に対するコメントが、特に何もない。ペルソナ、あー、イオだね。なんかちょっとスカート大丈夫、それ角度によっては見えるんじゃないかな。大丈夫かな。あ、そうだ、ヘルメスかっこよ。これも解説ちょっと見たいな。あった、ギリシャ神話で女神ヘラに使える巫女、主神ゼウスと交わったイオはヘラから隠そうとしたゼウスによって、お牛の姿に変えられてしまう。そのことを見抜いたヘラに幽閉されるも、ヘルメスに救われ海を渡りし逃亡した。ちょっとよくわかんないけど、まあでもヘルメスに感謝してるんだね。で、その感謝する相手が純平のヘルメスなんだ。ギリシャ神話においてゼウスの使いとして従事する伝令の神、空を飛べる翼の生えた靴を履き、旅人や商人の神として崇められた。教会を飛び越える神としてトリックスターの側面も併せ持つ。純平のペルソナにトリックスターっていうキーワードが出てくるの、なんか面白いな。なんかこのやっぱりイオはスカートが気になっちゃうね。うん。よーし。いやー楽しい。こっちかな。ここマジで学校の中なのか、信じられないよね。この辺俺らの教室あるとこだったりしてな。仕返しの玉とハンコンコ。この歌がわからない人はね、ペルソナ1、2を履修していただけたらなと思います。シャドウがいるな。うん、まだこちらに気づいてないようだ。ちょうどいい、後ろからバックアタックだ。そのまま背後から仕掛けてくれ。うん、うっかり敵の前に出るんじゃないぞ。なんかそう言われると出たくなるな。まあでもな、ここはな、みっちゃんがな言ってるからな。ダンジョン探索中は四角で剣を振ることができますと。うん、有利な状態。あ、そうだね、この辺は一緒だから大丈夫かな。結構さ、オリジナル版だとなんか間合い難しかった気がする。今回大丈夫かな。決して前方には出ないように。おっと、体が滑った。敵に発見されるぞ。一旦引く。やれやれ、敵に見つかるところだった。見つか、今ので見つけられない敵さんサイドは何やってんの。戦闘に慣れてきたからといって、はい、油断は禁物だぞ。ちゃんと怒られた。幸い敵はこちらに気づいていない。なんでだよ。もう一度背後から仕掛けてくれ。しゃあね、普通に攻撃するか。あーらよっと、あー楽しい。お、あ、次は敵をまとめて倒す戦法に。なるほど、チャンスエンカウントだと BGM 変わるんだね。まずは敵一体の弱点をついてくれ。うん、ちなみに敵の弱点などの情報はこちらで記録している。ありがとう。ちょっとみっちゃん、今あれこの BGM に集中してる。かっこよ、何言ってるかは全く分かんないけど、とりあえずかっこいい。忘れた場合は私に指示してくれ。すぐに伝えよう。うん、かっこいい。何これ、
いやいやいや、もう BGM だけで神ゲーじゃん。LHオスと各属性に対する敵の相性、あ、アナライズだね。うん、まあ、この辺もシリーズと一緒かな。うん、耐性だと半分で無効だと与えられませんと、反射と吸収もあるよってね。よし、ちょっとじゃあ普通に攻撃してみようかな。あ、ウィークだった。もう一体もダウンさせろ。そこから総攻撃に移るぞ。はい、総攻撃、あれあれだよ、みんなでどっちゃんどっちゃんかっちゃんやるんだよ。ああ、敵全体がダウンした隙をついて味方全員で一斉攻撃を仕掛けるんだ。うん、当然敵はこれを避けることができない。最も確実な攻撃手段と言えるだろう。おお、なんかかっこいいっすね。早速やってみようぜ。敵を全てダウンさせると敵全体に大ダメージを与える総攻撃を行うことができますと。うん、あーそうだね、だから昨夜の状態異常とかがあるとできない。あー、なるほどね。うん、オッケー。じゃあこっちにも、あーらよっと、楽しい、いけ。どんな感じ、おしゃれおすごい、あ、ドカドカやってるえーかっこいいあ、そうだそうだ、確かあれだよね、あの主人公まあ鬼太郎がとどめを刺すか総攻撃で倒すとシャッフルタイムが確実に発生するんだっけ。うん、そうだね、ペルソナは積極的に取りに行きたいね。あと経験値とかね、あと武器も確かお店で買うよりダンジョンで拾った方がいい武器あるんだよな。うん、そうだよね。アプサラスを獲得、かっこよはあ、楽しい、ずーっと楽しい、ここまで。お、なんか覚えた？突撃か、あ、違うか。シャドウ、俺らの華麗な総攻撃。まあほとんどやったの鬼太郎だけど。チャンスって思ったら体が勝手に動いちゃった。見事なチームワークだ。即席のパーティーとは思えないが、戦いは流れをつかむことが重要だ。今のように連携を大事にしてくれ。では学んだことを生かしながら探索を続けよう。おう、よし、んで新しくアプサラスね。え、なんかさ、毎回これ見ると時間ないからあれだけど今日ぐらいちょっとストーリー読みたいよね。インド神話の水の精、天界に住み歌い踊りで神々に奉仕する、あ、天女、妖艶な姿をしていて神や人間の欲望を強くかきたてる。あ、確かに神々の命令で修行に励む僧侶や仙人も妨害するため使わされない言葉ああ、まあ確かにな、欲望かきたてられちゃうもんな、僧侶や仙人もな、こんな姿見たら。面白い。よし、じゃあちょっとここから先は一旦カットでいいかな。うん、奥まで進んできます。前方さらにシャドウだな、と思ったらなんかチュートリアル始まった。先ほどの経験を生かしてくれ。ああ、なるほどね。敵に発見されないように立ち回るんだ。はい、結構ニョキニョキ動くな簡単。戦いの基本は一通り伝えたが、うん、一番大切なのは現場の判断だ。サポートは引き続き行うが、ここからは君たちの好きに戦ってみてくれ。はい、お、どうした？ん？あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、あ、それらを使い分けることができるのです。ここで思い出した、自分の中に新たな可能性を感じる。よし、ペルソナチェンジだ。これが醍醐味よね。うん、ペルソナに合わせて変化すると。 OK、 この辺はいつもと一緒だね。じゃあ、ああここで変更ができると。おー、いいね、ウフ、かっこいい。あー、楽しい。今のペルソナはやはり君には特別な能力があるようだな。うん、ここは、じゃあここもいいね。
いけ、かっこいいダメだ、何度見てもシンプルにかっこいい。いやーすごいなあ。シャッフルタイム来た。エンジェルアローか。あ、これスキルカードか。あ、そっかそっか、4だっけ武器が出てくるのって。あれ3でも武器もらえなかったっけ。経験値だな。よし、敵の消滅を確認した。よくやったな。いえいえ、あのさっきのあれって。ああ、どうやら彼には複数のペルソナを扱う力があるようだ。圧倒的主人公。先日の件で予想はしていたが、これで確実になったな。そっか、確かに前回の初回のバトルの時もね、オルフェスとタルタロス、タルタロスじゃねえやオルフェスとタルタロスは一緒じゃないよ、オルフェスとタルトスだね、うん、を同時に使ってたもんね。よし、あ、終わり？そろそろ潮時か。この辺りで探索を切り上げよう。帰還するための装置があるはずだ。探してみてくれ。近くに階段もあると思うが、進むのは許可できない。なんで？上のフロアの探索はまた今度だ。なんで？タルタロスで時々発見できる機関装置。はい、うん。そっか、なんか今日ボス戦とかいけるのかなって思ってたんだけど、あれ？なんだこの宝箱、怪しい。あれ、あの宝箱さっきのと少し違いますね。うん、ああ、その箱は特殊な方法で施錠されたものだ。キーがいるってこと？箱自身の仕掛けで解錠できるんだが、影時間で作動させるにはあれがな。あれ？何？はあ、あったあった、あ、宝箱に使うんだ。部屋で拾った白銘のかけらが反応している。お前何それ？なんか部屋に落ちてた。その反応、薄命のかけらを持っているのか。ひとまずそれを宝箱にかざしてみてくれ。なるほど、宝箱によって必要な数異なるんだ。これじゃあいろんなところに落ちてたりすんのかな。タルタロスで見つけるのかな。うん、開けてみよう。おお、開け方かっこいい。あ、スナフソウル助かる。 やるな。やはりか、どうやら本物のようだな。それは薄命のかけらといって、タルタロス内の装置に干渉できるものだ。タルタロスやシャドウのいた痕跡のある場所で時折見つかるらしい。シャドウのいた痕跡、つまり鬼太郎の部屋にシャドウがいたってこと。今後も見かけたら保管しておいてくれ。了解です。あ、階段だ、上行こうぜ違う違うやつだった。あれ、おお、勝手に開くのかよ、びっくりさせんなっつうの。どうしたの？あ、なんか開いたの？あ、ほんとだ。それはびっくりするね。機関装置を見つけたようだな。うん、ではエントランスまで戻ってくれ。はいよ。ま、今日はな、初日だしな、こんなもんでしょ。戻る。戻り方かっこいい。よし、全員戻ったな。どうだった？なんか楽しかった。うん、正直眠いですやる気ねえな緊張が解けたから。ああ、ポジティブに受け止めてもらってる。数をこなしていけば時期慣れる。すっげえ、自分の力っての初めて実感したぜ。でもなんでだ、なんか妙に体がしんどいんすけど。ああ、そうだそうだ、タルタロスに行った翌日って体調不良になんかなるんだよな。単なるはしゃぎすぎじゃないの？んなこと言って、ユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいよな。うん、何これ。それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するからな。心配ない、じき慣れる。しかし想像してたよりも
行けそうじゃないか。そうだね。明彦もうかうかしていられないな。うん。抜かせ。なんか張り合いがある相手が現れて嬉しそうだな、明彦。仲間たちと力を合わせシャドウに立ち向かうことができた。仲間たちとの絆を感じる。来た。コミュニティランクアップ。愚者特別課外活動部。ゆかりや順平の言う通り、なんだか体が疲れている。今日のところは部屋に帰って休もう。はあ、楽しかった。これまた行けたりすんのかな。なんかダメって言われると行きたくなるよね。待て、今日はここまでだ。あ、ダメだ。これから長い戦いになる。今日は無理をせず引き上げるべきだ。はい、すいません。よし、帰ろ。どうだってゆかりっち、楽しかった？なんか体がだるい。今日はもう帰ろ。ダメだ、俺腹減っちゃった。今日はよくやってくれたが、任せたばかりするつもりはない。クソ、怪我さえなければ。よし、今後はここで前線メンバーを選び、さらに上へ進む想定だ。この話はそうだな、また次の機会にでもしよう。今日はよくやってくれた。もう引き上げよう。よし、帰ろ。あ、ベルベットルーム行けるのかな。ゆかりたちには見えていないようだ。入れない。もう帰れって言われてる。やるな。よくやってくれた。明日からの探索も期待できそうだ。もうすぐ掛け時間も終わるな。タルトロスから帰還すると掛け時間が明け、日付が進みます。次回の潜入に備えて影響を養いましょう。前回から構造が変化してる。あ、そうだね。なあ、今日のところは引き上げよう。問題ないか？ OK。 いや、楽しいね。4月21日。よ、あ、ケンジ、俺のペルソナ3における最推しじゃん。ケンジ好きなんだよな。もう好きすぎてケンジケンジ言いすぎて名字が友近だって忘れてるもん。お前 2F のやつだろ。誰だって顔すんだよ。俺同じクラスの友近ケンジな。うん、おはよう。どうもな。夜から聞いたけど竹馬さんと仲いいんだって。まあそりゃもうこんな朝から話せないような間柄ですよ、二人は。ふーん、ま別にいいけどさ、俺ガキには興味ねえから。あ、そうだそうだ、こいつ年上キラーだったわ。おっと、やべ、朝礼あるし急いだ方がいいぜ。ケンジじゃん。以上で全校朝礼を終わります。このちょっとした棒読み感リアルだな。続きまして生徒会から新しい役員の紹介があります。役員。生徒会代表、生徒会長、3年 D 組、霧城みつるさん。みっちゃん、親衛隊みたいなやついる、はい、スタイル良すぎだろ。やっぱ先輩に決まったんだ。すげえな。生徒会長が赤髪ってこの学校の風紀委員は黙ってていいの。ま、あの人の人気すごいもんね。あの人って言い方な。なんつっても霧城だもんな。うん、オーラ出てるっつか、近寄りがたいっつか。しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろう。誰も逆らえない。あ、だから赤髪誰も注意できないのか。それは仕方ないな。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。はい。学園がより良くあるために一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを1年間ずっと切らさず置くのは簡単ではないでしょう。なんかペルソナ3一度クリアしたことある身からするとこの言葉響くな。大事なのはそれが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。うん、そのために各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなくいかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため皆さんの知恵と力を貸してください。うん、名文。よろしくお願いします。これ自分で考えたの？なんか誰か作家さんとかついてる。すげえな。すっげえ。なんだあれ。ねえ、
解明なんて人生で一度見たことないわ。お前意味分かった？なんかとりあえず頑張れって言ってた。うん、正直聞いてないせめて聞こうよ。そうか呆れられてる順平に呆れられたら終わりよ。フリーダムだなお前。あー面白い。ゴーゴー。はーい、始めるわよ。じゃあ今日は明治の文学ね。教科書の12ページ。あ、先生この小説も飽きたな。さっきのクラスでもやったもん。うん、このクラスでは初めてだから言って。先生ね、とってもいい歌を知ってるの。はい、みんな教科書を閉じて一番のフリーダムこの人では。山の彼方のはぐれ雲。なんだか眠くなってきた。少しだけ目を閉じよう。閉じない。はちょっと後ろの男子、友近かケンジ、まさか寝てるんじゃないでしょうね。先生一生懸命読んでるのよ。かわいそうじゃないのあんまり大人が自分で自分のことかわいそうって言わないけどな。反省文出しなさいケーキもつけてよね食券乱用すぎるだろ。前みたいな安いケーキじゃダメよ。うん、すでに誰かにやらせてんのかよ。授業を真面目に聞いた。はー、楽しい。もう少し。学力は積極的に上げていきたいよね。よ、帰んならポロニアンモール寄ってかね。セリフ読みがあった。今のうちに買い物とか済ませた方がいいだろう。夜にはスタンバっとかなきゃだし。そっか、今日も行くのか。あそこ薬局とかあるしさ。ああ、冒険すんなら傷薬とか定番しょ。なるほどね。うん、まあやる気だな。だから当たり前だっつの。俺らがやらずに誰がやる。使命感に燃えてるな。理事長も言ってたもんな、世界の命運は俺らにかかってるって。んじゃ行きますか。まずは学校を脱出しようぜリーダー。ダンジョンみたいに言うな。来たわよ真田先輩。びっくりした。来たわよ、し塩見先輩って言われるのかなと思ったら全然違ったわ。いやつモテすぎだろ。待ってくださいいや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 、鬼太郎も相当かっこいいよ。お前真田さんのことをよく知らないだろ。いいなあれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将。かっこよ。確かにかっこいいと思うけどさ、普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。あー、まあ今でこそね、格闘技ブームとかでね、ボクシングとかも人気ありそうだけど、当時はね、ちょっとなんだろうね、もしかしたらボクシングファンの人に怒られるかもしれないけど、どっちかっていうとね、男性の方が好きそうなスポーツだよね。漫画でも見れないぜあんなの。今からどっか遊びに行くんかな。無視。おいお前たち、俺から暇か。え、あ、俺らっすか。暇っちゃ暇っす。もちろん暇っす。それとそしてその子たちと。あ、確かに人数的にはちょうどだよね。33。うん、みんなでちょっとさ、カウンター席で横一列6人並んで葉隠れでラーメン食おうぜ絶対合コンで選んじゃいけないカウンター席。うん、世界の命運どうした。バカヒーローにだって休息は必要だろどうした、行けるのか行けないのか。順平は来れないですけど、僕は行きます。あ、全然大丈夫っす。なら今からポロニアンモールまで2人で来てくれ。ポロニアンモールか。場所は知ってるな。あー、そこの交番で会おう。いや、あの警官ね。え、交番。うん、真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんすか。友達、この子たちのことさすがになんかあまりにも適当な扱いだとかわいそうになってくるな、この3人。いや、名前も知らない正直うるさくてかなわない。やべえなこいつ。とにかく俺は先に行くからな、必ず来いよ。いや、なんかやべえなこいつせめて名前ぐらいはしとこうよ。ちょっと先輩、少しは挨
こたれないな。名前も知らないって一人もか。うん、ありえねえだろう普通。なあ、純平だったらな、名前を聞いたらな、もうインスタグラムとかな調べるよな。とにかく行こうぜな。オロニアンモールの交番、とりあえず純平と向かうことにした。まあちょうど行くとこだったしな、場所はわかるよな。行こうぜ。よし、じゃあ今日はここまでにしておこっかな。楽しかった。いや、やっぱ戦闘あると違うね。うん、もうこれでさ、ボス戦とかさ、どんな感じなんだろうな。てかあのシーンとか、あのシーンとかさ、はたまたあのシーンとかどんな感じになってるのか、もう今からめちゃくちゃ楽しみです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。